もしあさってこれが組まれたとしよう。1番岡林、2番田中、6番中田、7番加藤、8番ロドリゲス、9番投手、1、2番は全然ありそうで恐怖。打線と言えるのかどうか。守備重視でもない打線。立浪チルドレン大集結。過去9起きたわ。6番からオプス6割未満が6連続で並ぶ打線の完成だ。これがかなり現実的なのが怖いところ。グロすぎて現地で気絶しそう。少なくとも右投手相手には板山固定してほしい。敗退行為に抵触して消えてくれた津波。高橋宏斗の時に敗退行為スタメンを組みそうで本当に怖い。穴多すぎて逆にカリステ福永細川が出る杭。ブラックホール打線、グロすぎて世界謎闇に包んでくれるわ。立浪頼む、これで来い。これで頼むはマジでカリステ福永細川だけヤンキをつけるの。素晴らしき打線、穴がない笑い。全部穴にすれば穴がなくなる作戦やめろ。穴のない打線だ、素晴らしい。これの面白いところは二遊間がどっちか山本になっても一緒っていう。立浪なら中田4番やろ。これ以外にいくらでも組みようがあるのにこれで組んでくるのが立浪クオリティだからな。この予想当たったらめっちゃおもろい。4番中田6番細川やろ。地獄すぎる、多分とゴーですよね。どうやって点取れと。前加藤とのバッテリーでよかったから加藤は入ってきそうとして、中田6番に置いたらほぼ格でこうなる。もう終わりだよこの球団。この中で1番チームに貢献できるのってもしかして加藤拓磨か？やば、ヒロトでも絶対勝てない。確かに穴ばっかりだったら穴とは言わないわな。ただ低すぎて怖くない打線。もはや打線と呼べるほど繋がるかやな。これが打つ方はどうにかしますって言った結果か。もう期待できなさすぎて違う悪い方の期待をしてしまう。ここまで来るとそれでも応援してるファンがすごいな。昔は恐竜打線って呼ばれてたんやけどな。これじゃあチオハウトカゲ打線やわ。